どうもデッカちゃんだよ。というわけで今日はデッカちゃんってなんでデッカちゃんなのっていう疑問に答えていきたいと思います。もう早速ですが答えちゃいますよ。それはでっかいチャンスをものにする、でっかいチャンス、デッカちゃんをものにする、テイカチャンス、テイカチャンスにかかってるんではありません。これ実はですね、まあ、本当に意味はありません。でですね、その当時ですね、なんて言うんですか、僕も芸人なりたての3年目とかぐらいなんですけれども、度胸試しのためにね、いろんなことをしていまして、女装して目立つ格好してクラブへ行って踊ろうとかいうのもやってたんですよ。土星みたいな、お腹を土星の星に見立てて輪っかを作って、土星みたいなドラッグクイーンでこうメイクもして、そういう格好で行ってクラブで踊って、なんだあいつみたいな感じで話題になんないかなと思いながらやってて、全身キャベツ、白菜か、白菜でこう衣装を作って、こう踊ったら白菜飛び散るみたいな感じでやってたりとかしたんですよ。そしたらそのクラブにいた方で声をかけてくださった方がいて、なんか日本で MTV ってわかります？海外でミュージックビデオばっかり出てくるチャンネル、 MTV の MTV ジャパンっていうのがこうできると、その一発目の VJ ですね、 VJ、 あの VTR を紹介する人のオーディション受けませんかって言われたんですよ。これは僕もその当時なんかね、もう劇場もないですし、何もネタでやるところもないんで、これはチャンスだと言ってですね、受けますって言っていろいろ手続きしてたらですね、まあ、その当時僕コンビだったんで、シャイニングの重川でお願いします、あ、重川正弘と言います、本名、シャイニングの重川でお願いしますって言ったら、いやなんかそういう芸人さんっぽくない方が嬉しいですって言って、なんか適当なあだ名つけてもらえませんって言って、じゃあ何にしよう、なんかビッグボーイとか小豚ちゃんな、何しようって悩んでて、なんかパッて思いついて、あ、もうでっかちゃんでいいやで、その時のニックネームでそれでオーディション受けたんですよ。まあでもね、やっぱり僕若手で技術もなくね、微妙な感じで終わったんですよ。その MTV っていうのはやっぱ洋楽を紹介しなきゃダメだから、オーディションの内容はこうパッとカンペが出るんで、その曲の感想とそんで曲振りをお願いしますっていうオーディションだったんですよ。それも公開オーディションでも放送されるということで、やってたんですけども、パッと出たのがもう全部英語でもう読めないから、 OK OK、 まあ今でも困るぐらいな試練ですよね。もう今だったらなんとかごまかせると思うんですけど、その時もうテンションだけだから、もうとりあえずギャグとかしちゃったりして、そういうの求めてないですよ。本当に、おネクストソングコラボメンバー、この曲はすごい思い入れのある、片思いの歌なんだよ、聴いてください。みたいな、こう、曲振り、うまくね、英語も喋れて、みたいな人を募集してたんで、もう僕みたいなお呼びでないなんですけども、なんとか、まあ、無事終わりまして、嫌だなと思って、もう、どんずべったななんて言ってたらですね、それを見てた社員さんがね、ああそのデッカちゃんって名前いいから、もうデッカちゃんにしなよみたいな、いやでもその当時僕コンビのシャイニングっていうコンビのツッコミだったんで、いやツッコミでデッカちゃんって変じゃないですかみたいな感じで、いやもういいんじゃないみたいな感じで、デッカちゃんっていう名前がそこでついたんです。そっからデッカちゃんになったんですけども、あ、まあ相方もやりづらそうでしたね、その当時の相方も。いやデッカちゃんに突っ込まれてもなみたいな感じで、そういう経緯でデッカちゃんになったんですね。ちなみに表記は全部カタカナのデッカちゃんでございます。デッカ、カタカナ、ひらがな、ちゃんではございません。これもまあなんかまあ僕のこだわりなんですけども、デッカ、ひらがな、ちゃんだとなんかなんとかちゃんみたいな
さっちゃんとか、そういう、なんか、ちゃんで呼んでほしいと思われるのが嫌で、そういうなんかもう、ロボットみたいな、でっかちゃんなんて、ゴレンジャーとか、そういう感じにしたくて、全部カタカナのでっかちゃんにしたんでございます。ということで、これが、名前の由来でございます。まあ、オーディションで、なんとなくつけたが、正解でございます。じゃあ今度からこの、でっかちゃんってなんででっかちゃんなのっていう疑問が来たら、あん、YouTube 見てって言います。これなんか、こういうことを今更聞けないみたいなことありましたら、ぜひコメント欄に、なんでこうなのみたいな、応募してくれたらこうやって動画で答えれるかもしれませんので、ぜひ、よかったらコメント欄に書き込んでください。あとグッドボタンお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。でっかちゃんでした。パフッ。